い、どうも、キダレです。今回の動画ですね、D23 スペシャルミッキーの、スキルで、出てきます、星の確率について、解説していきたいと思います。はい、まずね、D23 スペシャルミッキーの性能から、紹介していくんですけど、まず、スキルをね、使いますと確定でフィーバーが始まりまして、ランダムで、ツムを消すスキルになってます。はい、でスキル発動しますとこのように星が出てきまして、青、緑、赤、虹の順番に、星が出てきます。で、左下から順番に出てくるんですけど、左下が今青出てきたんですけど、青だと青以上に、2つがなりまして、ここが緑の場合だと残り2つも、緑以上で、ここが赤の場合だと、残り2つも赤以上というふうに、左下、右下、真ん中の順番に出てきますといった、性能になっています。はい、で、まあ、もちろんね、青、緑、赤、虹の順番に、効果範囲が広がってきまして、もしもね、虹がここに出た場合、まあ、確率はほぼゼロに近いんですけど、大消去が3回狙えるっていうダッシュになってます。はい、で、スキル発動必要粒数が17体で、スキルレベルを上げることに効果範囲が増えていきます。はい、で、まあ、一応、虹になれば、スキル6の場合だったら、虹になっ、ここは虹だと全消去できるんですけど、スキル値とかでも、おそらく30から35ぐらいまでの、大消去は狙えるのかなと思います。はい、で確率に関しましては、スキル1から6までおそらく全部同じかなと、効果範囲だけ変わるのかなと思います。はい、で続きまして、まあ、肝心なね、この、星の確率の、結果になるんですけど、今回私がプレイしたんじゃなくて、モデレーさんの方に、モデレーターさんすいません、モデレーターさんの方に、ちょっとね、検証をご協力していただきまして、スキル6で検証していただいております。で、80回プレイして、スキル回数1000回なので、1000回分の、検証結果になります。はい、でね、早速ね、確率出していくんですけど、はい、結果はね、このようになってます。はい、上からね、虹から順番に解説していくんですけど、今回、虹2個と3個は出ませんでした。はい、なので虹1個からの、結果になります。で、虹1個の確率が、1000回のうち23回で 2.3% になります。で、次赤3つで、これが意外だったんですけど、もうちょっと出るかなと思ったんですけど、1000回のうちたった4回しか出なくて 0.4% っていう風になってます。はい、で次に赤が、2個の場合は、80回で 8% で、青3つの場合は、60回で 6% で、緑3個の場合は63回で 6.3% といったふうな結果になっております。で、出た虹は23個で、こちらがね、今回出た、虹になるんですけど、白雪姫とアリスが出ませんでした。で、オーロラ姫が4個で、ラプンツェルが2個、シンデレラが6個、ジャスミンが3個、エルサウルフが3個、ベルが2個で、虹ミッキーが2個、アリエルが1個の合計23個で、これに関しまして確率はね、おそらく変わらないと思います。はい、虹の確率は変わるだけで、虹の中のキャラクターの、確率の変動はなしかなと思います。はい、僕もね、前、虹が出るまで終われない配信、待機発信したんですけど、その時はね、ベル5個とか出て、その時も偏ったので、これはただの偏りかなと思います。はい、で、実際にもっとね、スキル重ねたらもっと正確な確率が測れて、もっと偏りはなくなると思うんですけど、まあ、大体論文とかだと、論文だと、まあ、最低3000回ぐらいからなってくるんで、まあ、最低3000回しないとこの確率も結局、偏りじゃないかみたいに思われるんですけど、まあ、大体今1000回なんで、そこまでは偏ってないかなと思います。だから多分、スキル回数100回とかだったらもっと偏ってくると思うんですけど、はい、で今回1000回、スキル6で、確認して、結果このような風になり、このような風になりましたということです。はい、でちょっと喉がイガイガしてあまりうまく喋れないんですけど、はい、で、まあ、出る確率は、下から順番に、まあ、赤3つとで、次に、虹1個で、次に、青3個、緑3個なってて、ここはおそらく確率はほぼ同じです。はい、6.3%、6%、そこまで多分偏りでこうなってるだけなんで、おそらくこれは同率です。で、次に一番出やすいのが、赤2つということです。はい、まあ、大体赤2個は、
まあ、ワンプレイしたら1回出るかなって感じですね。はい。で、だいたいまあ、2次1個に関しては、まあ、3回から4回プレイしたら1回出るって感じなのかな。おそらくそうですね。で、赤3個に関しては、20回プレイで1回出るぐらいで、青3個と緑3個は、何回かな、 1.5 回っていう計算になるというのいや違うかな。でも大体1回から2回、1回やったらまあ大体の確率で出るかなって感じですね。はい。でもしも、赤、じゃあ緑を2時か2時をちょっと変になっちゃう。とりあえずこれがワンプレイでの結果みたいになってるのかな。はい。まあ、1000回のうち、こういう感じになってるんで、もしも、2次を2個出したい場合は、まあ、0.025% という計算で 0.025×0.025 は、0.00625 なんで 0.06% ですね。2次の確率は 0.06% なので、0.006% え 0.06%はい、っていう計算です。はい。でもしもっていう計算あってるよね。 0.06% でさらに、星をじゃあ、 虹を3個のやつを出したい場合は 0.025×0.025×0.025 なので、0.001% になります。すいません、ちょっと計算詳しい方は、間違っている場合は正しくコメント欄の方でコメントください。ちょっと僕多分間違えてると思うんで、まあ、とりあえず、まあ、それぐらいの、確率になってますよっていうことです。はい。まあ 0.01% ぐらいっていう計算のね、1万分の1ぐらいっていう計算になります。虹3つは、はい、っていう検証結果になります。はい。またね、もうちょっとね、プレイ回数増やして、正確な、結果が出ましたら、また動画撮ろうかなと思ってます。はい。ということで、ね、これで、解説動画終わります。もしね、よろしければ、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。